超売れる塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。企業自営出版コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは、超ブレイク塾主催の西澤和弘、こじらせ男子42歳役年でございます。本日も何者かになりたいあなたに向けたとびっきりのメッセージをお届けいたします。今回はなんと2週間ぶりということでね、私ちょっとね仕事の都合で海外に行ってましてですね、という嘘はねもうネット見ればバレてしまう、そんな時代でございますんでね、正直に言います、サボってました。はい、ということでね、なぜ2週間配信しなかったかね、それは1週間配信しなかった時に何も問い合わせ来なかったんですね。はい、多分ねニーズがなんかやめようかと思ったんですけどね、ちょっと気を取り直して今やってますけどもね、うん、じゃあそのねサボってる間何やってたかねですけど、まあ今ほんと病気流行ってるじゃないですかね。だから僕もいろいろ対策立てて予防接種とか受けたんですよ。あのデング熱とかね、エボラとかね、あれ対策みっちり立てたんですけど、なんとね、ものすごいそれで防げなかった病気がありましてね、普通に風邪ひいたっていうねはい、普通にね、あのね気温がね18度ぐらいの日に T シャツ1枚で歩いてたらですね、一気に具合悪くなってですね、3日ほど寝込んでました。はい、ということでね、声が回復するまで時間かかってね、今日なっちゃいましたけれどもね、最後までお付き合いいただければと思います。超売れる塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。はい、都合4週間ぶりのね、単独放送でございますけれどもね、早速ですけど来てます、お題が。はい、ご紹介したいと思います。関西地方にお住まいの N さん、久々のゲスト対話も良いですね。前回のですね、山本直人さんがあのゲストだった時のね、感想から言ってくださってますけれどもね、ありがとうございます。でここからあれですね、お題になりますけれどもね、冒頭で厄年とさらりと話されていましたが、ビジネスをする上で厄年は意識されますか、あるいはこれは厄年のせいかもと思うような出来事はありましたか。なるほどですね、うん。で、ちなみにっていうことで N さん続けて言ってますけどね、ちなみに私は、この私は N さんですね、厄年の間どれだけ練習しても一級建築士の製図試験に合格しませんでしたが、後役の翌年10分の1の努力で合格しました。ということでね、やっぱりね役って強力ですね、っていう話じゃなくてですね、まあ、 あのお題の方ね、あのご質問の方から答えていきたいと思いますけどね、まずあれですね、冒頭で役年っていうのはあれですね、鳥肌実さんのカバーです。はい、鳥肌実42歳役年ね、あのブリッジのカバーです。でね、もう42歳になったらこれをどっかでやってやろうと思ってですね、やっと42歳になったというね、そんな背景がありますね。うん、まあ、厳密なところで言うとですね、あの、まあ、1972年生まれですんで、あれですね、本当に42歳ですね、今ね。うん、だけど、まあ、厄年って数え年じゃないですか。うん、だから翻訳って実はその41歳だった去年に数え年で42歳で、もうすでに経過していると、通過してしまったと。うん、で今は数え年いくと43歳なんで後役なんですね。うん、なのでそろそろね、それでもう今年も2ヶ月なんでね、厄年、前役、翻訳、後役の3年間の総括をやってもいいのかななんて思ったりもしましたけどもね。はい、厄年も何もですね、私ってこれまでのね、その前のその40年間におけるパフォーマンス自体がですね、アウトプット自体が非常に低レベルなんですよ。だからその一般レベルで言うと、その厄年ぐらいのなんかどうしようもないね期間が40年あったので、あの40年ずっと厄年なんじゃないかっていうね、そういうレベルですよ私は。うん、でこの 2,3 年っていうのはむしろ業績とかね、楽しいこととかいいことが起こった回数っていうのはですね、それ以前の厄以前の40年に比べるとはるかにマシなんですけどもね。
はるかにマシなんですけど、まあ、それでもあれなんですね。多分ね、今の私のだからそういう収入とかね、実績とか業績とか見ると、多分、お前この成績これ厄年だろうなんて言われてしまうようなね、まだその程度なんですよ。なんですけど、いわゆるね、当社費ね、当社費で言うとね、1000% ぐらいいってるというね、そんな状態なんですよね。うん。ですんでね、まあ、厄年だからなんとかっていうのはね、私においてはですね、まあ、意識してやったといえばそうですね、厄除けは正月に行きましたね。うん。何か対策立てたかっていうとそんなぐらいですかね。でもなんとかね、こう、ね、大病もせずね、逮捕されることもなくですね、うまくね、世渡りできておりますけれども。じゃあその、まあ、厄年自体がどうかっていうね、ところをちょっと検討していきたいと思うんですけどね。まあ、この N さんの話だとね、その厄明けだからその44歳の時にこの試験が一発で通ったと。うん。多分ですね、合理主義者とかですね、論理的な人とかですね、だとですね、これは、要するに、勉強がしっかりできてたってだけでしょう、なんていうね、そういう一言で片付けられてしまいそうですけれどもね、私はやっぱりね、スピリチュアル系なんでね、そんなこともないですけどね、バイオリズムの存在みたいなのね、宇宙となんかこうリンクしてるとかそういうのあると思うので、これはちょっと探る必要があるなと思ってですね、調べたりしてたんですけど、まずね、私の身近な人から言うとですね、まあこのセミナー業、ビジネス書界隈の大先輩でありますね、茅野克美さんがブログとかね、本の中で唱えていらした、44歳天命説。役が明けて、44歳ぐらいになると、こう、天職に目覚めるというね。うん。そういう説があるんです。何かというと、まあ、44歳の時にね、ご本人もその出版して、それが当たって、ね、それまではなんかこう借金したりして大変だったのが、こう、一気に人生変わったというのがあるし、まあ、彼の周りのね、その、先輩起業家、例えばランチェスター経営の武田洋一さんね、武田先生も、まあ、もともと会社でトップセールスだった人でありますけれども、コンサルタントが天職だというふうに目覚めて独立したのが44歳。で、安信坊さん、やずやの創業者ですね。うん。これがやっぱり健康食品でやっていこうというところで目覚めたのが44歳。そして、一風堂のね、川原しみさん。やっぱ俺はラーメンしかないというふうに目覚めたのが44歳だったと。はい。だから、なんかね、そのね、バイオリズム的にあるんですよ、そういうのが。44歳ぐらいになると、それまでの人生経験のいろんな総括的なものがバンと吹き出てきて。うん。まあそれたまたま茅野さんの周りの人が44歳だったんじゃないのっていうね、いうふうに疑いたくなるんでいろいろ調べてみたんですけどね。例えばね、水木しげるさんね、漫画家の。あの人も44歳で悪魔くんとかカッパの三平っていうね、もう代表作がバーンと当たって、メジャー誌でも連載するようになって、44歳でブレイクしたと言えるわけですけど、その兆しみたいのがね、もう厄年に来てんですよ。ガロっていう雑誌ご存知ですかね。通り門的な雑誌ですよね、当時言えばね。そこで連載が始まり、43歳で、少年マガジンで、墓場の鬼太郎、ね、ゲゲゲの鬼太郎のあれですよね、まあ、パイロット版みたいなね。うん。これが始まったと。で、44歳で大ブレイクを果たしたと。それ以外だとどんな人いるかっていうとね、今旬な人いますよ。この人むしろ年齢が俺は近くてびっくりしたんですけど、ゴースト作曲家、新垣隆さん、ね。まあ、今年本当、紆余曲折あったとはいえ、本人の名前でね、がっちり食えるぐらいの大きい仕事が転がり込んでくるようになったのは、この44歳の今年なんですよね。うん。超ブレイク塾、ポッドキャスト。笑うビジネスマン。44歳っていうのは一つね、なんかあるんです。うん。ということでね、私も44歳、来年44歳になるもんですからね、私もなんかそろそろ売れるんじゃないかというね、一人で期待しておりますけれどもね、はい。でもやっぱりね、なんかちょっとね、まだ自信ないんでね、44歳でね、どうにもなんなかったことをちょっと検討したいと思うんですよ。うん。まあ、そうなんですよね。だいたいこう、まあ、20代の時の方にも就職も転職も失敗してますからね。その時っていうのはね、30歳ぐらいから売れた人とかをこう探すんですよね。うん。で、あ、ビートたけしさんとかっていうのはやっぱり漫才とか、30歳過ぎてから漫才ブームが来てメジャーになったんだとかって言って、で、そうこうしてるうちに30歳超えてまだパッとしないんですよ。そうすると40以上でブレイクした人とかもね、あ、君まろさんはそういう方か40歳以上かとか、なんかやるんですけど、
30代終わっても40代入っちゃって、そうするともう40代こっから10年ぐらいなんか頑張ってもとってもなんか芽が出る気がしないから、なんかもう60歳以上でブレイクした人いないかなとか探し出すんですよね。まあそうするとね、例えばカーネル・サンダースね、有名なとこだとね、ケンタッキーフライドチキンの、まあ還暦過ぎてからチキンのレシピをね売り歩いてブレイクしたということになっていますけどね、それずっとパッとしなかった人がいきなり売れたんじゃないんですよね。もうなんか地域一番店みたいなそこそこの規模のねカフェを経営してたんですよ彼は、ケンタッキーやる前。ああそうか、やっぱ一発その前に当てとかないといけないんだな、60になる前に。ちょっと小ブレイクは超ブレイクの前に必要だなみたいなね。でなんかそう、じゃあ飲食周りなんかいるかなとかね、こう見渡したらね、マクドナルド当てたね、レイクロックさんね。レイクロックはなんかそのマクドナルド始めたのが50いくつの時ですからね、53とかそのくらいですからね。じゃあその50いくつになる前何やってたかっていうのをね調べたらですね、やっぱりあれなんですよ、ミルク製品のねミキサーをね結構手広く全米全土で総代理店みたいな感じで売ってたんだよ、その人でね。やっぱりマクドナルドで世界的に大当たりする前にもう当てちゃってるんですよ。と思ってね、やっぱだから成功してる人、紆余曲折と、そうだから小ブレイクあるないの話でいくと、小ブレイクがないまんま大ブレイクをいきなり迎えた人いました、一人ね、リンカーンですよ、アメリカの大統領の。だけどあれもね、腐れニートみたいなやつがいきなり何の努力もなく大統領になったかというと、彼は地方選挙みたいなの散々立候補者落ちてんですよね。選挙資金とかどうしてたんだろうっていうぐらいですね。日本で言えば総理大臣とかなるやつがですよ、なんかその辺のなんか足立区とかの区議会選挙とか落ちちゃうみたいなですね、そんな感じだったわけですよ。まあどっちにしろですね、そのリンカーンにしろ、カーネル・サンダースにしろ、レイクロックにしろ、その大成功を収める前にやっぱり経験という名の失敗とかね、行動の積み重ねがすんごくあったと。下手な鉄砲数打ち当たるじゃないですけど、やっぱ手数出していかないと当たらないよなという。だからね、あれですよね、日本の企業家でいうとね、ユニクロの柳井さんの一勝9敗とかをですね、我々喜んで読んだり、そうだよねなんて言う割にですね、9回失敗する勇気がなくてですね、1歳もやんないみたいなね、そのまま人生終わってしまうというパターンが多いんですけれどもね、やっぱりね、もう1回の成功の陰にはもうなんか99回の失敗があるみたいなね、そっちが真理なんですよね多分ね。だけどなんかその失敗するとさ、なんか周りの人迷惑かけるしさ、自分も傷つくから嫌だとか言ってさ、何もやんないというところがあるんですけどね、ちょっと思い切って頑張っていこうと思います。皆さん頑張りましょうということで、すいません N さん、話がちょっと脱線してますけどもね、まあこのねご質問端的に答えるとなるとね、まあ厄年を意識するというのは多分ね、なんかね、そのね、竹の節目のなんか人生の見直しみたいなんですね。そんな感じだと思いますよ。厄年か。ということでなんかね、行動とか、行いとかをね、こう見直すことによって、あるいはその他の人が厄年の時、どういうふうに乗り切ってたかな、なんていうのをね、見ていくことによって、なんかその後のね、後半生のね、なんていうんですかね、指針が見えてくるというかですね、多分そういう年代なんだと思うんですね。あ、でもあれか、役の最中っていうのはそれを見極めるとするんだけど、まだ多分答えが出ないんですね。これ疫境でいうところの春夏秋冬の冬なんですよ。だから冬っていうのは種まいたって芽出さないから、何をしておくかというと土を耕すわけですよ、ね、種をまく春に備えて土を耕しておくと。それが要するに人生における耕すような作業が41から43の間にやっておくことであると。ここで人生見直しとくと、44歳になった時に役が明けた時にバーンと答えが見えてくる、天職が見っかる、天命が見っかると、そういうことなんじゃないかなと思ってますけど、いかがですかね。ポッドキャスト笑うビジネスマン。先ほどですね、話の中で行動力っていうね、キーワード出てきたんで、せっかくなんでちょっとこの話したいと思うんですけど、っていうのはちょうどねこのタイミングですよ。
まあ、仕込んだかのようですけどね、偶然ですよ。あの、褒め方のさ、本書いてたさ、褒め方の伝道師の谷口よしこさん。ね、この番組もね、あの、すんごい初期の頃にね、ちょっと出ていただいたりもしましたけど、まあ、彼女の新刊が11月にね、まあ、これまたね、よりによって飛鳥出版社から出るというね、まあ、いろいろご縁があったりするんですけれどもね。まあ、タイトルがですね、心のブレーキを解除して思いっきり動けるようになる本っていうね。もう一回言っちゃいますよ。心のブレーキを解除して思いっきり動けるようになる本。ね、タイトル覚えていただけました？うん。心のブレーキが何だろうって書いてあったらそれだと思ってください。はい。で、タイトルからお察しつくんじゃないかと思いますけどもね。テーマは行動力です。ね。思いっきり動ける行動力。ね。で、まあ、その、ご多分に漏れず、こういう本出した人っていうのは、まあ、著者自らね、本を売るための販売促進ね、販促活動をやるわけですけれども、その中で、対談動画、谷口さんがいろんな人とね、対談する動画っていうのをね、まあ、何本か何十本か知りませんけど、撮って、まあね、ウェブ上で流すんですけれども、その中にですね、何考えたか俺が入ってるんですよ。この影響力のない。ねえ、こんなポッドキャストだって3人ぐらいしか聞いてないと思いますけどね。それが動画やって果たして何人見るんだろうかって話はありますけれどもね。ええ。まあ私もちょっと人前で喋りたかったんでね、もう喜んでお受けしましたけどね。ええ。なもんですからね、まあまあ予習がてらちょっと行動力についてね、今日は深掘りしていこうかと思いますけれどもね。ええ。まあ私自身はですね、まあ行動力あるかないかで言ったらですね、多分ないですね。ええ。家から出ないね。もうそこからして行動力ないということでね。他にね、もっと行動力ある人の話をしたいと思いますけれどもね。でね、ちょうどね、またそれでですね、さっき打ち合わせしてきたね、あの、上竹剛さん。うん。上竹さんがですね、あのね、ザ・ルールオーディションでですよ、飛鳥出版社の。決勝に残んなかったのに、一番最初に本が出ちゃった人ね。彼がね、まあ今頑張っててですね、一番最初に出て、一番最初にね、あの本が増刷かかって、うん、もう三釣りまで行ってますからね。しかもですよ、11月は2冊目が日経 BP から出ますよ。ねえ。そんなのもあれですよ。店長養成道場つってね、あの表紙に本人の写真入ってますからね。来年にかけてね、かなりブレイク警報というか、予報というかね、すごい兆しがあるんですけれどもね。はい。でなんでそのね、オーディションの決勝に残らなかった上竹さんが、まず出版できたかと。言えばですよ。まあ、諦めずに編集者に企画書を出し続けたというね、その行動力ですよね。うん。上竹さんのね、詳しい出版事情につきましては、バックナンバーね、検索していただいて、超ブレイク塾で、上竹で検索していただいてね、その時の音声聞いていただければと思います。そんな上竹さんでね、すべては行動力がいい方に作用したというかですね、まあ、行動力ありきということですね。うん。で、やっぱりね、行動のいいとこっていうとね、私もね、最近ね、ちょっと思い当たる節があってね、あの、決してね、いい結果出てないんだけど、あの、行動したことによって得られるのって、そういう、まあ、お金とか成功事例とかだけじゃなくて、あの、失敗事例とか反省とかもね、やっぱり行動したから出てくるんですよね。で、やってみないとわからないっていうのは確かにそうで、これ何がわからないっていうかっていうと、うまくいくかどうかがわかんないっていうのもそうなんだけど、その、首突っ込んだところの内情とか実情とか、こういう行動すると何が出るっていう、因果応報の法則みたいなところがですね、やっぱりやってみないと分かんないんですよ。うん。で、よくね、その、二律背反みたいなビジネス用語みたいなところで、できないことは約束するなとかね、無理なことは約束するなとか言う人もいるんだけど、やっぱりやってみないと分かんないっていうところがあってさ、それ約束するなっていうのはそのさ、約束してその迷惑かけられた方の言い分でしょ？でもさ、その約束すること自体がさ、その、お前に任せたとかさ、お前を信じるっていうのはさ、それ自己責任じゃん。ね。そこでやっぱりリスクを取らないで、あの、その人だっていい目見れっこないんだから。だからね、あの、できないことは約束するなの使い方として、迷惑かけるんだったら約束するなみたいのは、非常にね、あの、ケツの小さい。小人物がこの言葉を用いるとそうなっちゃうんだなっていうね。うん。ねえ、やっぱり大人物とか、その、やっぱ、例えば会社員で言えば理想の上司であるとかね。もう起業家であれば尊敬する取引先とか、あの、先輩とかっていうのは、
やっぱりそういうとこおおらかじゃないですか。もう失敗しても俺がケツを拭くからやってみろみたいなね。うん、そういうものを一切ね、そのできないことを約束するななんていう言葉で封じ込めてしまったらば、誰も成長する土壌がなくなっちゃいますよ。誰も目を出せませんよ。本当にもう既得権益のやつのね、保身のための言葉ですよね、これはね。うん、で話ずれてますけどね、うん、本当にあの虎穴にいらんばがなの孤児を得ずってやつでね、まあ、やってみてうまくいくかっていうのはね、もう努力の仕方だったり、そのプランニングとか見通しの的確さだったり甘さだったりによって左右されてしまうんだけど、やっぱりやってみないことには分かんないということたくさんあります。うん、なので今回というかですね、今回で何言ってるのか分かんないです、何のこと指してるか皆さん分かんないと思いますけどもね、私もちょっと一個ね、ちょっと手痛いね、失敗というかね、まあ、しましてですね、次はこうなるまいというね、あのものすごい研究状態にさんあの入ってますんでね、ちょっと見とけよこれということでね、うん、まあ学習するにも行動ありきということで、皆さん何があっても行動力は落とさずにね、もう失敗にビビらずね、どんどんやっていきましょう。超売れる塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。久々に私西澤和弘、42歳役年一人で喋ってみましたけど、いかがでしたでしょうか。一つでも何か参考になっていれば幸いでございます。次回も成功するための地道だけど鉄板の裏道ルートをお伝えいたします。バックナンバーをお聞きいただく場合は超ブレイク塾でご検索ください。ホームページからメールマガジンにご登録いただきますと、新作情報やイベント情報が最速でお手元に届きます。 Facebook ページや YouTube チャンネルにもぜひぜひご登録ください。お相手は超ブレイク塾主催西澤和弘でした。また次回ごきげんよう。